前回、椅子に座りながらやってみたんですけれども、やっぱりちょっとなんかね、思ったよりカメラが遠くなってしまってですね、ちょっとまあ、カメラが寄りにくいなと思ったので、まあ、結局机と椅子取っ払いまして、ね、コメントでね、あかりさんがおすすめしてくださっていた枝布団を敷いてみましたと。まあ、今回からね、ちょっとまた、まあ、しばらく試行錯誤しながらになるので、また変えるかもしれませんが、今回はこれでね、やってみたいと思います。で、今回は、以前やってた、思い出の装備。これですね。の、今回は、鎧編です。でも、鎧というと、まあ、正直そこまでね、頻繁に買い替えてなかったんですが、まあ、この辺、まあ、これは錬金用って感じのイメージです。あとは、初期の結晶用みたいな。あと、ね、サービス開始当初は、鱗の鎧をね、着ていた人が多いみたいな話も聞きますが、まあ私が始めた頃というと、あれ、ないな。あれ、あ、これか。ん？あれ？これ？この辺って、なんていうか。あ、そっかそっか、職業、あ、そっかそっか、職業装備が入るから、結構間空いちゃうね。やっぱり我々世代、よく愛用していたのは、この魔法の鎧ですね。まあ、この魔法の鎧が、ね、非常に多くの職業で、装備できますので、まあ、これ、ね、僧侶も装備できるし、盗賊も装備できるし、という感じで、まあ、非常に、まあ、旅芸にもね、魔法の鎧を持っていると、いろんな職業で使えますよということで、まあ、かなり重宝されました。で、まあ、私が、始めた頃はね、まあ、僧侶は、水の羽衣っていう感じにはなってたんですが、まあ、結構ね、僧侶とか盗賊で魔法の鎧セットを着て、で、まあ、重さが結構重くなるので、まずシードとか使うと、で、まあ、盗賊が壁をやったりみたいな、そんなこともされてたみたいですね。まあ、非常に有用な人気の装備でしたね。まあ、魔法の鎧と、無法物かな？無法物と、あと前回お話ししていた、奇術師。この三つを揃えておくと、ほとんどの職業で、巻き回せるみたいな感じでしたね。で、あとは、まあ、黒金とか、プラチナとか、まあ、この辺かな？最初この辺を、まあ、戦士かな？戦士で、この辺着てた気がしますね。まあ、これがまあ、まあ、戦士の、なんか、一応、汎用体制用みたいな感じで、プラチナだったかな？戦士はパラディンで着てた気がします。で、どれやったかな？あれ？あー、持ってないのか。まあ、この間にある、新兵とかね。新兵の鎧は、私は持ってなかったんですが、X くんがね、X くんが欲しがっているのでおなじみの新兵の鎧。冒険者の広場の、風船三姉妹のマナー講座っていうページで、ね、リアルマネートレードが恐ろしいよみたいな、ね、まあ、紹介のページがありますが、そこで、X くんが、リアルマネートレードで得たゴールドで新兵の鎧というのを買おうとしてるっていうね。まあ、そういうのがありましたが、まあ、私の時代で、人気があったのは、この、鬼神のエルの一個前の、
外貨か。あと黄金紙か。黄金紙とか外貨とか、その辺が、結構、バージョン2の時代ですね。黄金紙とか外貨が人気で、でもその黄金紙とか外貨とかを着ているパラディンさんが、めちゃくちゃかっこよかったですね。私が始めた当時は、パラディン、魔法使い、ね、賢者僧侶みたいな、ね、パラ、魔剣僧みたいな、構成が多くて、まあ、パラディンができる方というのは非常に尊敬の眼差しでしたね。私は光栄しかできなかったので。で、まあ、その、パラディンさんが、まあ、黄金紙かなとか、外貨の鎧っていうのを着てて、まあ、それが非常にかっこよく感じたものですね。で、私が初めてちゃんと買った鎧がこれですね。鬼神の鎧。うん。で、この肩のところがね、なんか、なんだっけ、貝。うん。貝に見えるみたい。いうので、あと、兜。頭がね、完全に、フルフェイス。で、顔が隠れてしまうね。ので、まあ、せっかくの、ドアコの顔が見えなくなってしまうので、いつも、顔は非表示で着てましたね。まあ、これ、バージョン3かな。まあ、この頃には、ドレスアップじゃなくて、ドレスアップじゃなくて、マイコーデ。マイコーデも実装されてて、まあ、その頃にはもう、山猫着てた頃かな。鬼神の鎧。まあ、私も曲がりなりにパラディンできるようになろうと思って、鬼神の鎧買った記憶がありません。で、まあ、天球騎士は買ってなかったかな。うん。で、次に出てきたのが、この大戦記の鎧ですね。まあ、これですね。まあ、鎧で懐かしいものといえばもう、これですね。うん。まあ、大戦記の鎧がね、まあ、非常にセット効果が強力で、回戦時攻撃力アップみたいなのがついてて、まあ、爪の、なんだっけ、爪のスキル、攻撃力が50上がるみたいなスキルとか、踊り子で、踊り子の戦記の前だっけ。ああいう効果と同じですね。まあ、攻撃力が、上がるっていう効果があって、まあ、これを着た戦士がね、非常に強かったんですよね。で、まあ、ちょうど、バージョン3で、戦士一強時代ね。まあ、前衛としては戦士が最強とされていた時代だったので、みんなこの大戦記の鎧を着て、まあ、斧を振り回していたと。まあ、これ、本当に長い間着てましたね。うん。買い替えたのが結局、ミラーアーマーかな。うん、ミラーアーマーまで、ちゃんと買い替えてなかったので、うん。この、108装備が出る、これが確かバージョン5とかですもんね。なので、まあ、バージョン3、バージョン4、バージョン5の前半、まあ、ずっとこれ1本でやってましたね。まあ、この辺もね、結構、いい、守備が上がったり、ね、攻撃力が上がったりする、いいセット効果のものが続いてたんですが、まあなんか、大戦記を買い替える、大戦記を脱ぐほどの装備が、なかなか出なかったんですね。で、まあ、戦士が、戦士一強時代をずっと支えていた非常に、うん、思い出深い鎧ですね。うん、で、まあ、この辺は全然買わなかったな。で、まあ、一応、ネバンは、ね、復活時に、ヘビーチャージがつくっていう、非常に強力なセット効果がついてたので、まあ、買っ
ちょっとだけ買ったかな。重さ足ぐらいを買ったけど、あとは適当にゼルメアで拾ってきたものを使ってパラディンとかね、やってましたね。うん。そうですね。こんな感じです。で、まあ、バージョン5、まあ、魔剣士の登場とほぼ同時期に、このミラーアーマーというものが、まあ、登場しまして、まあ、ミラーアーマーの特徴としてはね、攻撃魔力、回復魔力が上がるということで、まあ、基本的に魔剣士をやるためにみんなこれに着替えたと。で、あと、まあ、魔公爵。で、今の、なんだっけ、早急騎士かな。あれも、ね、非常に強力ですので、まあ、そうなっていると。まあ、私は未だにミラーアーマーですね。あ、早急騎士も持ってるのか。うん。あ、早急兵団ですね。早急兵団ね。まあ、私も、ね、いずれこれに買い替えようかなと思ってるんですが、今、まあ、最低限必要なものを、ゼルミアで集めている感じですね。こんな感じかな。まあ、魔公爵もね、ブレス耐性が詰めるので、結構強いと思うんですが、まあ、今度のね、新しい、聖職者の次のやつですね。なんだっけ、深淵の咎人たちだっけ。あれで、まあ、ブレスが強力で、しかも、前衛ですね。まあ、剣士とか、戦士とか、ね、まあ、あるいはパラディンとかね、が、重要になってくるようなバトルになるのであれば、まあ、公爵が見直されるかもしれませんが、まあ、今のところミラーアーマーとか、早急兵団が人気って感じでしょうかね。ということで、まあ、着てるのはミラーアーマーとか、で、早急兵団とかが、まあ、今後、ね、主流になってくると思いますが、やっぱり私としては、鎧というね、この大戦記が一番、ね、思い出深いかなと。というところですね。というあたりで、今回はこの辺で、どうもありがとうございました。ちょっと最後ぐらい顔見せとこうかね。はい、というところで、今回は、この辺で、どうもありがとうございました。